はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、大石寺の日蓮骸骨は偽物であると、大石寺に日蓮骸骨はないの第1弾をお送りしたいと思います。で、この日蓮骸骨というのは、これは当然のことですね。日蓮が入滅して、その日蓮の葬儀が行われて火葬になるわけですね。その時に火葬になった時の骸骨ですね。はい。まあ、火葬になって、まあ、骨が残るわけですけれども、その時の骨です。はい。大石寺にあると言ってるのは、これは偽物であるということでございます。で、この大石寺がですね、言っているこの日蓮骸骨というのは一体どこにあるかというとですね、これね、歴代墓地のところにある三支塔と勘違いしている方が結構いらっしゃるんですね。はい。で、これ三支塔じゃないんですよ。三支塔というのは、まあこれですね、これ歴代ホスの墓所の中央にありますね。はい。真ん中が日蓮。こっちが日光、こっちが日木ということで、並んでおりますね。はい。こういうふうにですね、三支塔がこういうふうに並んでおりますが、この中にあるんではないんですよ。どこにあるかというと、法安堂にあるんですね。法安堂です。これは前にもちょっとお見せした写真ですが、法安堂の隅段の写真でございます。この真ん中の、はい。この真ん中の厨子がですね、これが階段の大本尊が祀られている、お厨子ですね。そして向かって右側、こちらですね。はい。こちらに、その、日蓮の最小物というですね、一体三寸約9センチの日蓮の木像が祀られていると。そして、このちょうど反対側のこれですね。はい。この宝鏡と言いますけれども、この中に日蓮の骸骨が、収められているというふうに、大石寺では言っているわけでございます。で、まあ、大石寺の、まあ、日蓮宗師の公式見解によれば、1289年、身延山の時にですね、日光が、身延山久遠寺にある日蓮の骸骨を、全て大石寺に持ってきたんだと。で、それが今、この法安堂ですね。向かって、左側にある宝鏡の中にあると言っているのが日蓮宗師の公式見解で、ございますが、実はこの法安堂の階段の大本尊の隣に祀られている日蓮の骸骨なるものは全くの偽物であります。はい。それを証明する文献がこんなにあるわけで、これをこれからですね、検証してまいりたいと思う次第でございます。はい。でですね、日蓮の骸骨というのは日光の身延山の時にも全く持ち出されてないんですね。で、そのまんま身延山久遠寺にあるということでございますね。まず第一の証拠なんでございますが、日尊実録という文献でございます。で、これは、この日尊、今、京都要望寺の改ざん、改祖ということになっておりますが、これは、日木の弟子で日光からも教えを受けたと。いう人物でございますね。それで、まあ、お持つ断書で、日光の教化を受けていたときに、
まあ、よそ見をしていたところ、日光の怒りを買って、刃物になってしまったと。それで、一年奮起して、全国に布教に歩いて、ようやく許されたという逸話は、有名な逸話でございます。この日尊実録、実録というのはですね、この日尊が普段からその弟子に対して教えを説いていた口述の教えを弟子の日大という人が、筆記したものであります。ですからこの日尊実録というのはその日尊が、弟子に対して、教えていた内容が記されているこの文献ということでございます。で、これどこに載ってるかと言いますと、日蓮宗修学全書第2巻、高尊全宗公文宗の419ページ。これですね。これは日蓮宗が出している、日蓮宗修学全書という文献でございます。そしてもう一つが、本学法院日大という本でございまして、これは、この日尊が開祖になっている養母寺、今日蓮本宗の本山でございますが、養母寺が出した書籍の本学法院日大という本の7ページに載っております。それでですね、まず日蓮宗修学全書をご紹介をしたいと思います。はい、これがですね、日蓮宗修学全書第2巻、高尊全宗公文宗でございます。はい、これですね。はい、これの419ページ。はい、ここですね。で、この日尊実録というのは、すべて漢文に載ってるんですよ。はい、全文漢文です。で、問題の箇所ですね、日光上人仰せに曰く、全身最新二種の舎利あり、かは最新なり、訪問は大上人の全身なり、最新によるべからずと。身の仏さは五体質の国、久保、僧侶、世事、雑務等皆ことごとく御母性にこれを置くべきのよし、宗徒に触れられし時、面々愚部の人々一子反戦も持ち出ることなし、はたまた大聖人ご神骨ご栄骨美濃山に納め奉るの段誰か会議体あらんやという文面のところですが、ちょっとここにマーカーでですね印をつけました。ここの部分がその今もその日蓮の骸骨が身延山にある証拠の文言でございます。はい、でこれが日蓮宗修学全書に載っている日尊実録でございますね。はい、で続きまして本学法院日大でございます。これが本学法院日大という本でございますね。はいはい、でこれは、もともとはですね、この大正7年に発行された文献でございますね。はい、ここに富谷千章、千条、富谷千条というふうに、この編集発行人がそういうふうに書いてありますね。はい、これは富谷千条という人は後の富谷日清でありまして、養蜂寺とかですね、まあこの養蜂寺門流、養蜂寺の僧侶でありましてですね、後に富谷日清と名乗る人でございます。で、まあ、本宗思考とかさまざまな著書を持っている方で、まあ、いわば、まあ、養蜂寺門流の堀日光のような存在の人でございますね。で、これの7ページ、
本学部員日大の7ページですね。あ、すみません。あ、これですね。はい。ちょうどこの一番ラストのところですね。ここのところにその文献が載っているところでございます。はい。はい。それでちょっとこの文言をちょっと検証してみたいと思いますね。日光総院仰せに湧く全身最新二種のシャリあり、かは最新なり、訪問は大聖人の全身なり、最新によるべからずと。はい、常に日光総院が仰せであったと。全身最新二種のシャリありと。シャリというのは、人骨。まあこれもともと仏の遺骨のことをシャリというふうに言ったわけでございますが、全身のシャリ、最新のシャリ、まあ二種のシャリがあると、二種の骨があるということですね。かは最新なり、かはというのはこの身延山久遠寺にあるその日蓮の要するに骸骨ですね、は最新なり、訪問は大聖人の前身なり、最新によるべからずと。訪問は日蓮の前身のシャリなんだから、そういう墓に葬られているその最新のシャリ、まあ日蓮の骸骨によるべきではないということを日光聖人が仰せであったということが書いてあるんですね。はい。続きまして、次ですね。身延沢御体質の身国、久保、創業、世事、雑務と皆ことごとく御母所にこれを置くべきのよし。衆徒に触れられし時、面々愚部の人々、一子反戦も持ち出ることなしと。いうようですね。この身延沢御体質の国というのは、この日光の身延離散の時ですね。久保というのは、その、公文書。まあ、お上のことを久保と言いますね。それから、創業。これは、お経とか、あるいは、日蓮の遺文とかですね。といったものですね。あとは、世事雑務と、すべて。みんな、ことごとく、御母所。これは、身延山久遠寺の、日蓮の母所ですね。に、これを置くべきのよし。衆徒に触れられし時、面々愚部の人々一子反戦も用いれることなしと。身延山から日光が離山するときにですね、日光に従った人々は、このすべてね、お経とか公文書とかですね、政治のこと、雑務と、みんな身延山の日蓮の母所にこれを置くべきであるということを念で聞いていたので、日光に従って身延離山をした人々は一子反戦も身延山久遠寺から持ち出してはいないということが書いてあるわけでございます。はい。続いて、はたまた大聖人御遺骨身延山に納め立てまつるの段、誰か擬態あらんよと。大聖人御遺骨、日蓮の遺骨がですね、身延山に納められていることは誰が疑うであろうかということが書いてあるわけでございますね。で、この日尊実録の面文からすると、日光の身延山の時には、全くこの遺骨がですね、日光は身延山久遠寺から持ち出していないと。一子反戦も全く持ち出していないのであると。だから、日蓮の遺骨が身延山久遠寺にあるということは誰が疑うであろうかということがはっきりと日尊実録に書いてあるわけでございますね。これで、身延離山の時に日光は日蓮の骸骨を持ち出していないということでございます。はい。続きまして、
五人諸派僧の文でございます。はい。これは平成新編の御祖全集、1880ページから1881ページにかけて、それから法華学会版の御祖全集の1615ページに載っております。問題のところはですね、ここですね。身の部の軍と身なりに疑難して曰く、富士の住家はもっぱら当祖の離散にあり、たとえ自頭比例をいたすとも、戦士の遺跡を忍ぶべし、すでに御墓に参詣せず、いかでか後輩の家財を逃れんやうんぬ。に、後輩曰く、中略しまして、そもそも身の部一択のよる、いまだ発水の性格を分かたず、強いて五秒の賛否を論ぜば、何時はまさに最新の斜里を神前とする、何度法華の茶と合戦や、ということが載っているわけでございますね。はい、まず、これが平成新編御所全集ですね。それの1880ページのところ。80ページから81ページ、この真ん中からこの右側の部分ですね。はい。ここに該当の文が載っているわけでございます。はい。これが平成新編の御所全集です。はい。続きまして、創価学会版の御所全集ですね。創価学会版御所全集1615ページ。はい、1615ページ。この1615ページの真ん中のあたりに載ってますね。はい。真ん中のあたりに該当の文が載っている次第でございます。はい。はい、これが創価学会版の御所全集でございます。はい。はい。で、この五人諸派僧の文でございますが、ちょっと検証していきたいと思いますね。身の部の軍と身なりに疑難して曰く、富士の住家はもっぱら当祖、まあ、身の部さん君子の離散にあり、まあ、身の部離散にあるんだと、富士の門流の重い罪はですね、もっぱら身の部離散にあると。たとえ、自頭が犯人されないわけですね。比例をいたすとも戦士、まあ、日蓮の遺跡を忍ぶべきであると。すでにお墓に参詣せず、お墓というのは日蓮の墓、身延山根寺のお墓に参詣せず、いかでか後輩の家財を逃れんやうんぬんと。で、身延の山根寺の僧侶と信者がこのように日光門流を非難しているということですね。それで、日光が曰く、日光が反論はですね、そもそも身の部の余裕、この一択、一門の僧侶と信徒は、その墓のあるなしを論じていてですね、発生、法門の清濁を全く、その、わきまえてないと。強いて五秒の賛否を論ぜば、強いてその日蓮の五秒の賛否を論ずるとですね、何時らはそのまさに最新の斜里を神前とする、最新、まあ実際のその骸骨があるところの骸骨を信じていると。で、発水の法門の清濁を全く考えてない。だから何度法華の茶と合戦やということが書いてあるわけですね。ということは、この身延離散以降もですね、その身延山根寺に日蓮の骸骨がある墓がそのまんまあるんだと、ということですね。まさに最新の斜里を神前とすると言ってるってことは、まさにですね、その身延離散の後も、その最新の斜里、その日蓮の骸骨は身延山根寺にあると。いうことを言っているわけでございますね。はい。でこれも身延離山後も日蓮の骸骨が身延山久遠寺にあるという証拠になるということになるわけでございます。はい。
はい、続きまして、3番目がですね、はい、3番目はですね、覇気日炎、これは覇気三年のことなんですけども、覇気日炎より日光への返上、これ通称覇気書と言われている文献が富士修学要集の第8巻の14ページに載っております。で、該当する文献、文面は何と書いてあるかと言いますと、日炎は古商人の御弟子にて候なり、申せば老僧たちも同じ同胞にて渡らせたまい候に武道に思想の御箔を捨て参らせて、とがなき日炎をご不信候乱は何で物理にも相かなわせたまい候べきという文が載っているわけでございますね。で、富士修学要集第8巻の14ページ、はい、これが富士修学要集の第8巻でございます。はい、これですね。はい、第8巻の14ページ、はい、この部分ですね、覇気入道日炎より日光尊人への返上、尊滅8年日炎の正本に西山本門寺にありということで、西山本門寺の性質が残っているということで、ここにその全文が載っているわけでございます。はい、これが覇気日炎から日光への返上でございますね。はい、で、この部分をちょっと検証してみたいと思いますね。日炎は古商人というのは日蓮のことですね。日蓮の御弟子にて候になると、申せば老僧たち、この老僧というのは五老僧ですね、老僧たちも同じ同胞にて渡らせたまい候に、日光もその五老僧も皆同じ同胞ではありませんかと、武道に全く道理もなくですね、師匠の御墓を捨て参らせて、師匠の御墓、日蓮の身延山久遠寺の墓を捨てて、とがなき何のとがもない日蓮をご不信を抱くのは、なんで仏意に相かなわせたまい候なぜ、仏意にかなうことがありましょうやというふうに日光に対してこういう手紙を送っていると。ということは、このようにですね、武道に師匠の音楽を捨て参らせて、とがなき日蓮をというふうに言っているわけですから、この文面によれば、身延離山の後も、日蓮の墓は身延山久遠寺であるということになるわけで、ございますね。はい、はい、続きまして、最近ですね、この原殿御法に載っている文を挙げている、インターネット上の情報も結構あるわけですね。これを身延離山以降も、その身延山久遠寺に日蓮の骸骨がある証拠であるというふうに取り上げているがあるわけですね。で、この文のところは何と書いてあるかというと、追って申し候ろう、涅槃行第三大句の二巻、御所にて断じて将来しを愚所に取り愚して持ち来たりて候ろう、商人のお経にて渡らせたまい候はいた、確かに送り参らせ候ろうと、このですね、涅槃行の第三第九のこの二巻が間違えて持ってきてしまったというんで、これは商人のお経、日蓮のお経でありますから、これは確かに、送り参らせお返しいたしますということですね。その涅槃行を間違えて持ってきてしまったから、これはお返ししますという文面が、書いてあるわけですね。で、これをもって、こういう涅槃行で間違えて
持ってきたものをすぐ返すと日光が言ってるわけですから、そんな日蓮の廃骨とかね、弥勒山久遠寺から無断で持ってくるようなことはするわけないじゃないかということで、まあ言ってるわけですね。はい。でこれなんですけどね、これまあ確かにね、間接的な推論ですね。これ直接的にその日蓮の廃骨とは墓には触れてないわけですよ。例えば日蓮実録とかですね、五人諸葛書、あるいは覇気日蓮から日光への返上についてはその日蓮の墓とかですね、あるいはその最新の舎利とか、この全身最新の舎利だとかですね、大聖人のご遺骨二度山に納めた立て祭るの段誰かギターやらんやとか、直接この日蓮の廃骨に触れてるんですけれども、この原殿御法はまあ日蓮の廃骨には触れてないわけですよね。で、まあ間違えて持ってきたからお返ししますというふうに言ってるんだから、まあそんな日蓮の廃骨を日光が無断で持ってくるはずないじゃないかということをまあ言っているわけですね。まあちょっとこれはね、ちょっと無理がありますよね。はい。でこれ誰がね言い出したかというと、これなんですよ。美濃修都氏の日蓮宗宗創価学会虚構の大教団に載ってるんですね。はい。でここに、この86から87ページにかけて日光は全てを持ち出したかということで、この原殿御返報の追伸を載せてるわけですね。でこれは1288年、12月16日身延離山直後の手紙である。この原殿御報ですね、これが身延離山直後のことであるということで、こんなこと書いてるんですね。原殿という人は覇気実長の一族で、原の御牧あたりに住んでいた人と言われているが、詳細は不明である。が、この手紙の中で日光は日蓮のお経だからという理由で、ね、半行を2巻、覇気実長の一族である原殿に返すと言っているのである。しかし、もし日光が大同士であり、身延山久遠寺の別当なら返す必要はない。あるいは日蓮宗宗や創価学会が言うように、日光が全てのものを身延から持ち出したというのなら、たかが涅槃行ぐらいのことで日光がこのような手紙を書くはずがない。お院智公もこのことを明確に認めているということを書いてあるわけですね。でこの不倫思考が認めているっていうのはこのことを言ってるんですよ。富士日光承認正伝の212ページに載ってるこの文のことを言ってる。はい。で富士日光承認正伝というのはこれですね。はい。これが富士日光承認正伝でございます。はい。これの212ページ、はい、ちょうどこの212ページのちょうど真ん中辺の文なんですね。はい。真ん中辺にそういう趣旨のことが書いてあるんです。はい。で何と書いてあるかというとこれですね。はい。これ抜き書きしました。はい。現存体積、まあ字が抜けてるんですけど、体積の多数のものは南城の下の部を保管のものであり、孔子、まあ日光ですね、の円山時代、二の部山久遠にいた時代には関係はないと。すでに原殿宗の末文、原殿宗の末文ってのはこれのことですね。原殿御法の、この4番に書いたこの文のことです。原殿宗の末文にあるごとく、円山、身延山ですね、の常住物は何一つ持ち出していないと。
涅槃用の中の2巻をご使用のまま持ち出されたので、12月16日に返還せられてあるくらいで、したがって日尊実録の中にも、身延座はご体質の刻、公方正如、世事雑務と皆ことごとく御母所にこれを置くべきのよし、修徒に相触れられし時、延年愚夢の人々一死反戦も持ち出ることなしと書いている、当然のことであるということが、この富士日光上人正伝の212ページにの真ん中辺に書いてあるわけでございます。はい。で、これをですね、ちょっと検証してみたいと思いますね。はい。堀日光も、身延山久遠寺からですね、日光身延山の時に、日蓮の骸骨は全く持ち出されていないということを、この富士日光上人正伝で言ってるんですよね。はい。で、それは、原殿主の末文にあるがごとくと書いてるんですが、一番の証拠はやはりですね、ここにあるように、日尊実録なんですよ。この日尊実録の文が、最も大きな証拠なんですね。はい。で、したがって日尊実録の中にもと日尊実録の部分を引いて引用して、当然のことであるということですね。当然のことであると、まあここに書いてあることは当然のごとく、日蓮の骸骨は身延山金剛寺にあるんだということをですね、堀日光が認めているわけであります。でですね、この原殿正の末文っていうんですが、ここに212ページにはですね、書いてあるんですが、この原殿御法の全文は、この富士日光上人正伝の文庫本の方に載ってるんです。はい。文庫本の上巻の241ページから242ページに書いてある。はい。で、ここの部分ですね。これが文庫本であります。で、ここのところですね。で、末文ってのはこの一番最後のところですね。はい。で、もう一つページをめくって、ここまで書いてあると。いうことでございます。はい。このようにですね、身延山の時に、身延山金剛寺から日蓮骸骨は持ち出されていないということですね。これを堀日光も認めているわけでございます。はい。というわけでございまして、はい。じゃあですね、その日蓮の骸骨は、まあ、一体どこにあるのかということでございますね。はい。で、これちょっと列挙しました。はい。ちょっと、まあ、7箇所を列挙させていただきましたね。はい。で、ちょっとこれを順番に言って、ちょっと解説してみたいと思います。まず第1はですね、身延山久遠寺、日蓮宗の総本山の身延山久遠寺の御神骨堂ですね。御神骨堂というのは、身延山久遠寺の本堂とかですね、祖師堂が建ってるところがあるんです。その並びですね、その並びに御神骨堂というのがあるんですね。で、そこに日蓮の骸骨があるということでございますね。はい。それが第1。で、第2がですね、池上本門寺大堂の日蓮祖師堂の胎内にある。はい。胎内というのは、この祖師堂の中にその骸骨が入ってるんですね。はい。まあ、もっともですね、日蓮が、亡くなりになって、荼毘に付されたところは、池上本門寺ですね。それで、まあ、今、大坊本行寺というのが、まあ、中にあるわけですけど、
そこに多宝塔って当たってるんですけど、そこでダビに伏されたんですね。で、大坊本行寺にもこの拝骨堂というのがあるわけですね。で、ここに、まあ、池上本門寺の祖師像の体内にあって、で、大坊本行寺の拝骨堂にもその拝骨があるということでございますね。はい。で、4番目はですね、鎌倉妙本寺にあって、これも日蓮宗の本山ですね。で、これはおそらくですね、池上本門寺からの分骨ではないかと思われますね。というのはですね、この鎌倉妙本寺というのは江戸時代の頃まで、池上本門寺と鎌倉妙本寺は同じ人が観図を務めていたんです。霊山一寺と言いましてね。はい。今は違いますよ。今は別の人が観図をやっておりますが、江戸時代までは霊山一寺と言いまして、同じ人が観図を務めていた。まあその関係でしょうね。まあ池上本門寺からの分骨があるということでございます。はい。で、5番目が京都妙殿寺と。これは西の御堂というふうに言われてるんですが、これは、まあ、室町時代の行学院日朝、まあ、御信山久遠寺、まあ、第11世の行学院日朝の時代に、御信山久遠寺から日蓮の拝骨は分骨をされて、現在、京都妙殿寺に日蓮の拝骨の一部が伝承されているということですね。それから6番目に鎌倉本学寺、これも日蓮宗ですね。で、この東の御信と言いまして、これも同じように、室町時代の御信山久遠寺第11世行学院日朝書人の時代に、御信山久遠寺から日蓮拝骨の一部が分骨をされたということでございます。はい。それが第7番目に佐野妙見寺というお寺がある。これも日蓮宗なんですけど、まあ、日光の天目が開いた寺院でございます。で、ここに、ほんのわずかその骸骨が残っていたということなんですが、今はほとんど残っていないというふうに、まあ、この佐野妙見寺の観図陛下からそのようなお話を聞いております。で、これはなんで佐野妙見寺にあったかというと、これはお寺の伝承によれば、この、池上本門寺、大坊本行寺で、日蓮がダビに伏された時の火葬の時ですね、この天目が手でその骸骨をなんか掴んで持ってきたらしいんですね。はい。で、それで手に火傷を負ったんだと。天目が火傷をそれで負ったということで、ほんの一部の骸骨が佐野妙見寺に伝承されてきたということでございます。まあ、いずれもこれ日蓮宗のお寺でございますね。で、そもそも、このね、日蓮がですね、墓を身延山に建てよということを遺言してるわけですね。これは覇気道の御法といいまして、平成新編御所全集の1596ページ。創価学会版、旧体積地版の御所伝中1376ページに載っております。はい。はい、これが平成新編御所伝中の1596ページ。これですね、覇気道御法、これです。はい、ここに、ね、こういうことが書いてますね。九年まで御家将来出る御志申すばかりなく将来は伊豆国亭主に候とも墓をば身の無の沢にせさせ候べく候伊豆国亭主に将来ども墓をば身の無の沢にせさせ候べく候ということが書いてあるわけでございます。それが覇気道御法、まあ、墓を身の蓋に建てよということを遺言してるわけですね。だから、まあ、お墓は日蓮の骸骨を
身延山軍寺に葬るということが行われたわけでございますね。はい、まあ一応日本文字はまあここで、ダービングされたわけですから、まあ、この祖師像の中に体内にその、骸骨が残っているということですね。あとはまあ分骨ですね、はい、ということで、このように日蓮宗の寺院に日蓮の骸骨が伝承されてきているということでございます。従いまして、まあ大石寺にはこの日蓮の骸骨は全く伝承されていないということになるわけですね。ですから法安堂の、この清壇の向かって左側にある方向になる日蓮の骸骨と骸骨なるものはですね、全くの偽物であるということですね。はい。で、これ本物か偽物かというのはもうこれ、まあ前の動画でも申しましたけれども、まあ科学鑑定をすれば一発で、真実は明らかになるわけですから、まあこの科学鑑定は、まあどうしてもね、これ本物だというんであれば、これ科学鑑定をするということをすればいいわけですよね。はい。で、どうしてもね、これをこういう文献よりも、これは本物だと言い張るんであれば、この保安堂にある、大石寺保安堂にある日蓮の骸骨なるものは、科学鑑定をすべきであるということを、ここで、申したいと申したいでございます。はい。今日も長い動画になりましたけれども、はい。大石寺の日蓮骸骨なるものは偽物であると。大石寺に日蓮の骸骨はないの第1弾をお送りさせていただきました。はい、またご意見、コメントございましたらまたよろしくお願いしたいと思います。本日も長い動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。